クラークはアメリカ海軍の駆逐艦、ポーター級駆逐艦の一隻。艦名はチャールズ・イ、e ・クラーク海軍少将にちなむ。クラークは1934年1月2日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘム造船で寄港する。1935年10月15日に S ・ロビンソン夫人によって命名浸水し、1936年5月20日に、 艦長 H サバドを中佐の指揮下収益する。収益後は大西洋岸カリブ海で活動し、1940年4月1日からは真珠湾を母校として活動した。1940年3月3日から4月10日までサモア、オーストラリア、フィジーへの巡航を行う。日本軍による真珠湾攻撃時クラークはカリフォルニア州サンディエゴで、 オーバーホールの途中であった。十二月二十七日に西海岸を出港し、二つの船団を護衛して、真珠湾に向かった。その後は、サモアのパゴパゴ沖で対戦紹介を行い、九百四十二年二月、および三月には、ニューギニア空襲に向かう空母任務部隊に加わった。九百四十二年四月から五月までクラークは四つの船団を護衛して、 サンフランシスコと真珠湾を往復し、最後の護衛任務では、ミッドウェイ島まで巡航した。サンディエゴ及びバルボアに戻り、ニュージーランドのウェイリントンに向かう船団の護衛に参加する。8月12日から9月8日までニューカレドニアのヌメア沖を巡航し、任務部隊に給油を行う輸送船を護衛。続いて、オークランドに戻ると、ニュージーランドから、 南太平洋の基地に向かう戦団の護衛任務に1ヶ月間従事した。ヌメアでの沿岸護衛及び偵察巡航任務の後、クラークは1942年12月11日に出航し、バルボアで南東太平洋司令官の帰還任務に就いた。1944年8月10日までクラークは南米各地の港の沖合を偵察し、その後オーバーホールに入った。 1944年9月4日から1945年4月11日まで6つの大西洋を横断してイギリス、フランスに向かう戦団の護衛を行った。1945年6月15日、クラークはペンシルベニア州フィラデルフィアに到着、同地で1945年10月23日に退役し、1946年3月29日に、 スクラップとして廃棄された。クラークは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。